聖書を拝読します。コリント人への手紙第1コリント13の4です。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。アーメン。金の光聖歌台が賛美を捧げた後、映像説教愛の章8回目のメッセージを聞きます。愛する生徒の皆さん、この時間は愛の章8回目の時間です。前の時間から霊の愛とは果たしてどんなものか、愛の概念についてお伝えしています。前回は愛の概念のうち寛容について伝えました。霊の愛は寛容であることですが、この寛容は御霊の9つの実の寛容より狭い概念で、個人的な寛容だと説明しました。すなわち神の言葉に聞き従って愛そうとするときに会ういろいろな試練と自分自身を受け入れることを意味すると申しました。また霊的な意味の寛容とは、憎しみ、虚しさなどを心に溜めておくのでなく、こんな感情を生じさせる根にある悪を引き抜いて、憐れみと愛に昇華させていくことだと申しました。今回からは、霊の愛の概念のうち、親切について伝えます。多分、万民の生徒なら、いろいろな心理の心の中で、特にこの霊的な親切を伝っているでしょう。この時間、親切について伝えるとき、親切とは果たしてどんなものか、よく自分のものとされますように、そしてどうすれば霊的な親切を心に耕せるか悟って、速やかにその心を持ちますように、それで多くの人が皆さんの懐で安らぎを得て救われ、より美しい天国に至って、天国でより美しい場所と報いを受けますよう、主の皆によって祈ります。愛する生徒の皆さん、今日の本文に愛は親切ですとあります。愛は親切で、皆さんに誠の霊の愛があれば、自然に優しい心になるのです。そんな人は霊の愛を持っているということでしょう。言い換えると、親切な人にはそれほど霊の愛が多いということです。完全に親切であれば、完全な霊の愛が望んでいる人なのです。それでは、親切な心とは果たしてどんな心でしょうか。ここで言う親切とは、すべての人を抱ける心、多くの人が宿って休める心のことを言います。ですから、そんな人は全ての人と平和を保てるのです。全ての人との平和をと清められることを追い求めなければ、誰も死を見ることができません。決して見られないのです。ですから、このような心になってこそ、神様を見つけて体験して祈りの答えが早く来るのではありませんか。神様を見つけてこそ答えをいただくのです。神様が御顔を背けられるのに、どうして答えが来るでしょうか。それで、このように全てを抱ける心なので、多くの人が宿って休めるのです。自称で親切とは、相手の身になってその人のために何かをすること、思いやりを持って人のために尽くすことと定義しています。綿を思い浮かべれば、親切がどんな心か、もう少し簡単に理解できます。綿はいくら硬いものがぶつかってきても音がしません。綿にいくら鉄の塊を投げても音がしません。石を投げてごらんなさい。音がして鉄を投げれば、もっと大きくガチャンと音がするのに、綿には投げても音一つしません。ぶつかってくるものをふんわり包むからです。硬ければ硬いほど跳ね返ってうるさいのに、綿は柔らかくて、投げればかえって包んでしまうのです。ですから音がしません。
親切な心はこんな綿のようにすべての人を包容できる柔らかで温かい心です。どれほどいいでしょうか。皆さん、親が柔らかくて温かい心ならどんなにいいでしょう。皆さんの兄弟が、隣人が互いに、また頭の方が生徒たちを天国に導くとき、柔らかくて温かい心で抱いていけばどれほどいいでしょうか。親切な心はまた多くの人が宿って休める木陰のようです。焼けつくような日差しの夏の日、道を歩いていて周りに影が一つもないならどれほど蒸し暑いでしょうか。ところがちょっと離れたところに大きくて葉が生い茂っている木が一本立っています。木の下には涼しい影ができています。この影の中に入ってカンカン照りの日差しを避けるならどれほど涼しくて幸せでしょうか。親切な人の心はこんな木陰のように多くの人が宿って休みたがる心です。ところで皆さんが悟るべきことは、主にあっての親切、すなわち霊的な親切は世の人々が言う親切とは違う概念だということです。世の人々は普通、誰が指しても怒らないで、自分の主張が強くない人を優しいと言います。ところが真理にあってはいくら優しくても、それが神様に認められなければ誠だと言えないのです。世で優しくていい人だと言われる人の中には、もともと性格が消極的かおとなしくて弱いので、よく人の言うことを聞く場合があります。相手が自分を指すとき、心ではむしゃくしゃしても無理に抑えて我慢する場合もあります。または相手が指しても自分が弱くて突っかかることもできないで、突っかかっては殴られるようで、それで初めから突っかかろうとさえしないで、ただ殴りなさい、殴られますということもあるでしょう。そんなのを世では優しいと言いますが、神様はそう認められません。知能が少し遅れている人々の中にも、誰がどんな話をしても悪口を言ってもいつも笑ってばかりいる人もいます。こんな人を優しいとは言えません。世ではあの人は愚か者だと言われる人を優しいと評価する人もいます。この場合も違っていて、愚か者のようにしてもこれを優しいというのではありません。こんな場合は心に悪がなく愛が満ちていて、悪いものを抱くのではないからです。霊的な親切とは心に悪がなく霊の愛が結ばれているので、どんな悪いものでも立ち向かわないで抱いてあげることです。また知恵があるから我慢するのです。また親切な心とは何が何でも理解して許すだけだと誤解してはいけません。親切だからといって何が何でも理解するというのではありません。ただ許しなさいということではありません。主も許すべきものは許し、許すべきでないものはお許しになりませんでした。だから肉的に柔和な人が、マムシの末たち災いだと言うでしょうか。あえてできないでしょう。人に向かってこのマムシの末たち災いだと言えるかということです。しかし主は誰よりも柔和な方ですが、マムシの末たち災いだと言われたではないですか。しかも権威ある人々の前でこの偽善者たち災いだと言われたではありませんか。あんなに柔和な方が、それで何が何でも理解して許すからといって優しいのではないのです。許してはならないことは許してはいけません。許せばかえって間違った道に行くから、懲らしめてでも鞭を打ってでも正しい道に導くべきだということです。
それで親切な心とは何が何でも理解して許すだけだと誤解してはいけません。霊的な親切とは肉的に人を抱くことではなく、時には人を正しく治めて導ける威厳も兼ね備えていなければならないからです。ですから誠に親切な人は心が優しいだけでなく知恵があって賢く手本になります。このように霊的な親切とは単に穏やかで柔らかいことだけを意味するのではなく、もう少し包括的な意味を持っているのです。愛する生徒の皆さん、霊的な親切をもう少し具体的に説明すると、内面にある親切な心とともに外面でも徳を兼ね備えている状態を言います。内面も優しくて、悪はどんな悪でも避けているから親切になるしかありません。外面的にも徳を兼ね備えていることを言うのです。徳だけあるのではありません。親切な心と徳が両方あるということです。霊的な親切とは、これはどういう意味でしょうか。悪がなくて心が優しくても内面の親切だけがあるなら、人を抱いて治めるところまでには至れません。したがってこの内面の親切とともに外面の徳を兼ね備えてこそ、より完全になり、より大きい能力を発揮するようになるのです。親切な心にこの徳を兼ね備えた人は多くの人の心をつかむので、大きいことをやり遂げることができます。それなら徳とは何でしょうか。徳についても知らなければなりませんね。辞書には徳とは精神の修養によってその身に得た優れた品性、仁徳と説明しています。霊的な意味の徳も同じです。徳がある人はこのように心が正しくて公正で道理にかなうように行います。つまりよく備えられている人格によって人を治めることができるようになるのです。何かの物理的な力で征服するのでなく、正しい言葉と行いで相手の欠けているところを分かってあげて受け入れることで多くの人の心をつかむのです。それで相手の欠けているところを分かってあげて受け入れることで多くの人の心をつかむのです。こんな人はどこででも誰にとってもつまずきの石になりません。多くの人に信頼されるし、愛されて認められます。霊的な親切を語るとき、この徳は私たちが着る服に例えられます。いくら立派な人でも裸でいれば恥ずかしいように、いくら心が優しくても外面的な徳が兼ね備えられていないなら、内面の親切がその価値を発揮しにくく、かえってその光を弱くすることもあるでしょう。例えば心が優しくて相手を憎む心もない穏やかな人がいるとしましょう。ところがこの人は話を始めるといつもどうしても必要でない話までします。テレビで言ってはいけないことをよく言う人がいるではありませんか。何かの悪意があってそうするのではないのですが、どうしても品がある、教養があるとは見えないでしょう。言い換えれば徳があるように見えないのです。そうするとこの人がいくら親切でもそれがまともに輝くことができません。相手に信頼を与えられないからです。またある人は優しくて心が良くて他の人に悪い感情を抱いたり人の話をしたりすることもなく、相手に害を与えることもほとんどありません。ところが他の人の仕事を積極的に助けたり細やかに配慮してあげたりする行いが足りないのです。
こんな場合もやはり多くの人がその懐に抱かれることは難しいでしょう。このように徳とは内面が親切であるだけでなく、表に現れる言葉と行い一つ一つが正しく整えられているので、人を抱いて治めることもできることを言います。韓国の歴史を見ても、どんな王が執権するかによって国が不況にもなり、むしろ好機が乱れもしたのがわかります。一つの国が発展して固く立つには、頭の糸が目下の人々をよく動かしていくことがとても重要です。ある王は心は優しくても徳が欠けていて、多くの人の心を導けないので、国を固く立てていけません。一方、ある王は心が優しいだけでなく徳があるので、多くの官僚と民の心を得て国をよく導いていきます。そんな王はまさに世宗大王です。国を不況にして太平の御代を味わいます。結果的にどちらがより良い実を結んだでしょうか。後者の王です。これがまさに徳がある親切とそうでない親切の違いなのです。イエス様を例に挙げれば、イエス様は誠に穏やかなお方でした。マタイ 12-22、 彼は傷んだ足を折ることもなく、誰でも傷んだ足は折ろうとしますね。ところが傷んだ足を折ることもなくという御言葉があるので、私も教会で傷んだ足、可能性も見えず教会の会員になりそうな方であっても、最後まで我慢して見守ります。どうすれば悔い改めて立ち返らせるか、何度も講談で説明しながら最後まで耐え忍びます。傷んだ足を折らないで、折ったら終わりじゃないですか。何としてでも生き返るように顧みたのです。もっと心を配って、困っているなら施しをして、このようにしてきました。今までなぜでしょうか。心の芯から愛するから、愛がなければできません。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる闘心を消すこともない、抗議を勝利に導くまではとあるように、人の子らへの慈しみと憐れみ、愛と許しが豊かでした。そうでありながら、マタイ 12-19 に、争うこともなく叫ぶこともせず応じて、その声を聞くものもないとあるように、言われることや行われること、外貌などに異言がありました。威厳とは、尊敬すべき威勢があって、品があって厳粛、またそんな態度や規制のことを言います。イエス様が心は優しくはあっても、何か軽い冗談を好んだり、服装や足取りも存在にされたなら、また冗談とかよくされたなら、あれほど多くの民と弟子たちが付き従ったでしょうか。弟子たちが霊的な御言葉が理解できなくて、主に聞こうとしてもあえて聞けませんでした。それほど主は威厳ある方だったのです。存在に対することのできない威厳があったのです。あれほど後について回り、一緒に食べて寝て一緒にいても威厳があるので、弟子たちも聞くべきこともあえて聞けません。恐る恐る聞くのです。ですから服装や足取りも存在にされたりしたなら、あれほど多くの民が付き従ったでしょうか。そうではなかったでしょう。弟子たちもイエス様を完全に信頼して高くすることは難しかったでしょう。しかしイエス様は決してそんな姿をお見せにならなかったし、それによって神の言葉を教えるたびに、その言葉に権威が伴ったことがわかります。ルカ 4-31-32 に、それからイエスはガリラヤの町カペナウムに下られた。そして安息日ごとに人々を教えられた。人々はその教えに驚いた。その言葉に権威があったからであるとあります。イエス様は御言葉を教えるだけでなく、その御言葉通りに行われて、
悪はどんな悪もないし、外面的にもどんな傷やシミもなく、聖なる完全な姿で御言葉を述べ伝えられました。だから御言葉に権威が伴って多くの漏れが付き従ったのです。それまで街道で教えていた上辺だけ最もらしく飾った祭司長、立法学者、パリサイ人とは違っていたので、多くの民がイエス様を信頼したのです。そしてイエス様は時には非常に威厳を持って罪について悟らせたりなさいました。主は罪については許しませんでした。厳しく戒めて厳しく教えられました。罪はお許しにならなかったのです。例えばヨハネ2の14から15に、そして宮の中に牛や羊や鳩を売る者たちと、すなわち忌むべきものでもなく神様に捧げる牛や羊や鳩を売る者たちと両替人たちが座っているのをご覧になり、細縄で鞭を作って羊も牛も皆宮から追い出し、つまり聖書で宮といえばこのような建物、この聖殿を指すのではありません。その当時は聖殿の中には 大祭司祭司だけが入って捧げるので、一般人が聖殿に入れるのではありません。街道なら入れますが聖殿は入れません。全部その庭で売り買いしたりするのです。それを宮と表現します。全部清いところですから。両替人の金を散らし、その台を倒し、皆さん一度考えてみてください。主がどうなさったのか。細縄で鞭を作って羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らし、その台を倒し、すると肉の糸が見るとき、イエス様もすごく憤られるんだ。肉の糸はそう表現します。霊的な意味を知らないから、主がなぜそうなさるしかなかったのかが理解できないのです。そして憤られると言います。主も憤られると怖い。違うでしょう。霊的に分かれば違うのではありませんか。両替人の金を散らし、その台を倒しとある通り、厳しく責められたことが記されています。責めるときは厳しくなさるのです。責めるしかない状況だからです。当然責めるべきだったのです。私たちの教会の頭の方たちがこんなことにあっても責めもしないで見物していた方がたくさんいました。しかし主はお許しになりませんでした。神の聖なる宮で売買することを決してお許しにならなかったのです。マタイ16章ではイエス様がこれから十字架の苦しみを受けることを言われると、主よ、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありませんというペテロに、下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ、あなたは神のことを思わないで人のことを思っていると言って厳しく責められたこともありました。ペテロは肉的に見ればどんなに自分の死を愛するから言う言葉でしょうか。でも主はそれが肉なので受け入れられませんでした。霊的にならそうできないからです。だからかえってペテロに向かってサタンと言われます。下がれサタン。だからといってペテロがサタンだというのではなく、ペテロの思いを通してそそのかすそのサタンに言っているのです。ペテロに、下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ、あなたは神のことを思わないで人のことを思っていると言って厳しく責められたこともありました。私にもこんなことがたまにあります。邪魔をするのです。かえって肉に属することで困らせるのです。御霊に属することで全てをして助けるべきなのに、そうすると私も責める時があります。指摘してもダメなら責める時があります。すると道家長先生も憤られると、そう表現する人もたまにいるのです。すべき時にして、指摘すべき時指摘して、責めるべき時は責めなければならないからです。そのまま放っておけば愛ではないのです。間違った方に行っているのに放っておけば愛ではないというのです。愛するので指摘して、愛するので責めるのです。
これを読んで、ひょっとして優しいイエス様にも憤りがあるのかと思い違いをしてはいけません。神の御心に反する真理でないものや不義に対しては決して妥協がなかったイエス様は、人々に神の御心が何かを明らかに悟らせてくださるためにこの世に行われたのです。イエス様は憎しみや悪い感情など悪はどんな悪もない完全で聖なるお方です。その心にはただ愛と憐れみと善が満ちておられます。その愛はどのように知ることができるでしょうか。ローマ5:8に、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。とあるように、命を捨てた行いによって明らかに知って信じられるようにしてくださったのです。イエス様はこのように内面に愛と憐れみが豊かでありながら、決して不義と妥協されず、完全な行いで人々を抱いて治める外面の徳も共に持っておられたということです。それで多くの魂に神の御業を見せ、御国の福音を伝えることで、多くの魂を救いの道に導くことがおできになったのです。生徒の皆さん、ここでしばらく愛と公義の関係について調べてみましょう。この関係を理解すれば、霊的な親切を理解する助けになります。多くの人が愛を考えるとき、ただ許して理解して咎を負ってあげること、温かくて柔らかいことだと思います。ところが誠の愛は、第一コリント13:6 前半節に、愛は不正を喜ばずに、不正を喜ばないのです。不正を見ても許して理解して全部こうしなさいというのではないでしょう。不正を喜ばずとあるように、不正を受け入れないのです。愛とは、ですから愛そのものの父なる神様も、限りない慈しみと憐れみを施される時があれば、罪と悪を厳しく裁かれる時もあるのです。民数記14:18 に、主は怒るのに遅く、恵み豊かである、咎と背きを許すが、罰すべきものは必ず罰して、愛の豊かな方ですが、公義があるので罰すべきものは罰するのです。すなわち聖霊を冒涜し逆らい汚す者、肉の行いをする者は罰するのです。お許しにならないのです。何度も聖書で、神を信じる人がそうするのは死であると警告なさったのです。それでも聞かないで死の道へ行くのです。それで罰すべきものは必ず罰して、父の咎を子に報い三代四代に及ぼすとある通りです。ですから皆さんの親やおじいさんおばあさん、戦場の時一代二代三代四代まで偶像をひどく拝んでいたなら、それが子供にまで及ぶのです。孫ひ孫にまで及ぶのです。それで皆さんが祈りを受けても問題が解決されないとすれば、自分は御言葉通り生きているのに、そうならまず遡って調べてみなければなりません。自分の先祖がどれほど神様に立ち向かったか、どれほど偶像を拝んでいたかを調べてみなければ、すると必ず答えが出てきて、そんなことから解決しなければなりません。今自分が御言葉通り生きているのに、そんな難しい状況にあっていれば、それは戦場まで遡って調べてみれば、必ず3、4代に至るだけのことがあるのです。それならこれを解決すればいいのです。皆さんが代わりに悔い改めるとか、和解の生贄を捧げて解決すればいいのです。すると解決されるのです。皆さんが御言葉通り生きていないときはそのまま望みますが、皆さんが神様を受け入れて御言葉通り生きているので、悔い改めば絆が断ち切られるのです。もし神様が重い罪を重ねて犯していく人たちも全部許して受け入れられるだけなら、それが果たして愛と言えるでしょうか。肉の親も子を愛するなら、子が正しくない道を歩んでいるときは鞭で打ったり責めたりします。
まして私たちの霊の父である神様が時によって罪の代価を払うようになさるのは、愛する子供たちを命へ導くためのこの上ない愛なのです。それで主も罰するとき軽くなさるではありませんか。それでも聞かないともっと大きく罰せられますね。私もそうしました。10発撃たれて子供が知っていてもまた真理を犯せば、次は10発でなく倍に上がる。すると子供が信じますか信じませんか。信じるでしょう。10発もとても痛かったのに、次に20発撃たれることをするでしょうか。絶対しようとしないでしょう。そして偽りは絶対許さない。どんなことでも偽ってはならない。いくら鞭で撃たれても偽ってはならない。偽りは許さない。幼い頃から教えました。だから偽りは言いません。偽りを言う状況を作ることもないし、またもし神様が熱心に御言葉の中に生きようと努力する生徒たちと、繰り返し重い罪を犯していく人々を同じように救われるようになさるなら、どうして良いお方だと言えるでしょうか。もし神様が思いのまま霊の世界の方を犯すなら、誠の人間工作になりません。敵である悪魔サタンもこれを訴えるようになるのです。神様は天地万物を司られるお方ですが、定められた法則に従って全てを成し遂げていかれる公義の神様です。私も今まで神様の御心を実現することにおいて、公義にかなうようにするため多くの祈りと断食をまいたので、時には大きい試練を耐え忍ばなければなりませんでした。神の力を表すためには、それほどふさわしい人だと認められるような信仰を見せなければならなかったし、そうするたびに父なる神様はより驚くべき力を授けてくださいました。どんな試練も感謝して信仰で勝利するたびに、その次は必ず慰めてくださいました。私が本当に必要としていたものをくださいました。それが物質なら物質をくださり、少なくではありません。そして心の願いも叶えてくださって、神の力の次元をしきりに高めていかれました。私がその力を皆さんに表す時も同じです。私が主のしもべとして一番欲しいものは何でしょうか。神の力です。私の心としては皆さん全てが祝福されてほしいと望んでいますが、父なる神様の御心は公義にかなうように心に抱いて祈ってあげることです。もしそうしないで何が何でも祝福されるようにしたなら、魂の問題が解決されていないのにないので、救いの問題になることもあるでしょう。また父なる神様と皆さんとの関係においても、自分が神様を切に求めて信仰を見せることによって、神様の愛を体験することと他人の力だけで体験することとは明らかに違います。このように公義は愛を完全にするものなので、愛と公義は相互補完の関係なのです。愛の一つの概念である親切も同じです。心が良くて優しく、愛が多いだけでなく、人々を正しい道に導くことのできる徳が兼ね備えられるとき、その親切は完全なものとなり、誠の愛を与えることができるのです。つまり多くの人を救いの道に導いて、魂の安らぎを得させることができるのです。ひょっとして親切の心を持った人になるのは簡単ではないなと思う方がいるでしょうか。もちろん一朝にしてなれるのではありません。また誠に親切な人は父なる神様が認めてくださる人です。したがって父なる神様が親切だとお認めになるには、まずは必ず心は清められていなければなりません。誠に親切な心を耕すためには、具体的にどうするべきか例えになる人物も挙げて、次回続いて伝えます。結論です。愛する生徒の皆さん、イソップ物語の北風と太陽を読んだことがあるでしょうか。若い方々はほとんど読んだでしょう。太陽と北風が道を歩くある人の街灯を誰が先に脱がせられるか賭けをしました。まず北風が、あんな街灯ぐらいはと自信満々に肝を抜けるほど強く吹きつけました。ですから太陽と北風のうちどちらが勝つでしょうか。北風でしょう。いいえ。するとその人はかえって街灯をもっとしっかり押さえるだけでした。風が強いから街灯をもっとしっかり
抑えるのです。脱ぐのでなく、当たり前でしょう。街灯が飛ばされるのではと思ってもっと抑えるのではありませんか。次に太陽が余裕のある笑みを浮かべながら暖かく照らすと、その人はすぐ街灯を脱ぎました。この物語は多くの人が知っていますが、私たちに誠に重要な教訓を与えています。北風は自分の力で街灯を脱がせようとしました。しかし太陽はその人自身が街灯を脱ぐようにしました。親切とはまさにこの太陽のようなものです。何かの力で威嚇もせず、ただ善と愛によって人の心を動かす力、相手の心をつかむ力、これがまさに親切です。この親切の心を持つなら、この世の富や名誉、権威と比べられない大きい力を持つようになるのです。主にあっては数多くの魂を救う霊的な力になります。霊的な親切は綿のような心、多くの人が木陰のように宿って休みたがる心だと言いました。そして霊的な親切は内面の親切とともに外面の徳を兼ね備えたことを意味すると言いました。今日のメッセージをよく仮定として、霊的な親切を必ず心に耕して、この親切の力、すなわち愛の力を体験しながら、父なる神様に大いに栄光を返されますように、主の御名によって祈ります。メッセージを覚えて一緒に祈ります。お祈りいたします。アーメン。涙の中おられ主、愛の主、それは命与える救いの主。